酵素つけだれ2人分だよ。小ネギ4本みじん切り、玉ねぎ4分の1みじん切り、きゅうり1本ダイスカットしてね。フライパンにオリーブオイル小さじ1を入れて、小ネギ、玉ねぎ、きゅうりを入れて、塩を1つまみ、さっと炒めて。炒めたら冷ましておきます。レタス2枚一口大に切ります。いちご2個もダイスカットしてね。ボウルにめんつゆ2人分、リンゴ酢大さじ1、レモン汁大さじ1、はちみつ小さじ1、醤油小さじ1、ボウルの中でかき混ぜます。次に生姜チューブ、青じそチューブ、それぞれ2センチずつ、いちごとレタスと冷ましておいた野菜全部混ぜたな。はい、完成です。今回のタレは、うどん、そばや冷やしたパスタでも美味しく食べられますよ。あったかいお部屋でほてったら食べてみて。もちろん、あったかいままでつけ麺にしても OK。 オリーブオイルとレモンの組み合わせで肝臓の機能回復のお手伝いになるといいな。今日も来てくれてありがとうございます。最近は簡単シリーズも少し出したりして、やってみようって声いただけるのですごく嬉しいです。簡単、かわいい、おいしいもどんどん考えていくので、いいねやチャンネル登録で応援お願いします。でんより。